エンジョイポケモン、ガチポケモン、ガチクキンポケモンコムです。お久しぶりです。ということで、私ね、今、ちょっとお仕事でなかなかアップの方できませんでしたが、まずはね、本日レシアムレードが終了して、明日から、6月17日、水曜日、明日からゼクロムレードが開始するということで、今ね、このね、ミンポケさんのね、イベント、ミンポケさんのサイトを開いて、このイベントを押すと、現在ね、進行しているイベント内容を見ることができます。ということで、本日レシラムレード、終了いたしました。はい。で、まあ、今開催中イベントということで、いろいろとこう、たくさんのねことがポケモン GO 内で起きておりました。でね、なんでこれ今日アップしようかと思って、ちょっと私も仕事中でなかなかアップできなかったんですけども、このゼクロムレードぜひともねやっていきたい。私ね今ね都内にいるんですけども、東京都内、詳しくは神奈川なんですけども、まあ本当いつもね秋田でやっててね、レードが成立しないっていうのとは別で、まあまあ本当残り30分とか20分でもね入るとね、レードがボタマレードが成立するっていう、すごいね、レードの環境的には最高の環境かなって思っております。なのでね、私がいつもやる一人で全力、そういったものはね別に本来であればいいんですけども、一応やっていきます。じゃあね、ゼクロムにね、何で行こうって挑んでいくかと。これ今、ミンポケさんのサイトなんですけど、私、このツールで、対策ポケモンっていうところをタップします。ここをタップすると、何人で討伐できるかとか、どのポケモンが火力があるかとか、調べられるんですよ。で、ここのポケモンにゼクロムありましたね。ゼクロムで、で、これでレベル5、天候とかね、ブレンドはまあ関係なくして、これで検索すると。はい、検索しました。そうするとね、ゼクロムに、有効的なポケモンがちょこちょこ順位で出てきます。じゃあ、ここね、ほら、ここに3人。っていうことは、3人討伐、最低討伐人数は3人になりますね、3人。その中で、一般的に、やっぱり、こうやって出てきてるように、火力があるのは、ドラゴンに対して、ドラゴンの技のパルキア、レッグーザ。で、ガブリアスもドラゴン技にしておいた方がいいんですね。地面技ではなく、ドラゴン技。で、レシラムも今回ね、取ったレシラムも第4順位なんですけども、これも、火の技にしておかないで、流星群、ドラゴン技にしておけばいいと。で、ディアルガの流星群、竜の息吹、流星群。で、パルキア。で、伝説じゃないポケモンがこのね、第7順位から出てくるんですけども、ボーマンダー、海竜ですね、海竜。竜の息吹、激鱗。まずはね、ドラゴン技中心になります。ただね、この中で、例えば、天候がね、天候これ変えれるんですよ。天候がもし、晴天ブーストの場合、これで検索をかけると、はい、晴天ブーストでかけると、順位が全く、変わります。もしね、その日、ゼクロムに、こう、ぶつかっていく日が、晴天だった場合、地面タイプのポケモンが有効だという形になります。グラードン、マッドショット、地震、で、ドリューズだよね、ドロコケドリルライナー。はい。で、なんだっけ、ボルトロスじゃなく、ランドロスじゃなくて、はい、マッドショット、大地の力、こやつです。で、ガブリアスだと。で、これも3人で206秒か。3人で206秒か。
二人討伐やってみたいな。二人討伐なるって言ったら、多分フレンドが大親友なのかな。はい、大親友に変えました。大親友で晴天だったら二人討伐できるんじゃない。どう？おお、おお、また順位変わった。この場合、ドリューズで281秒、300秒以内で 9.9 匹だから10匹。大親友と晴天で、ドリューズ10匹マックス強化いたら2人でできるというような感じになります。うん、晴天だったら。まあただね、晴天以外であれば、例えば時々曇り、雨の時どうだろう。雨の時どうだ。雨の時はレシェラムとかか。雨の時はちょっとパルキア下の順位になるな。うん。で、これがね、またね、厄介なのが、ここで入れるのが雨だ、技だ、技。ゼクロムの技が、一技も、ゲージ技も、電気タイプの技が出てきた場合です。出てきた場合、お、電気技出してきた場合も、ガブリアスか。ガブリアスも二人でいけるってことか。じゃあ、晴天？これで晴天。さあ、違う。雨の方。これで晴天、どうよ。あれ？これで晴天で検索か。これで晴天で検索。275秒。うん。ガブリアス、いいね。ガブリアスいいな。あと、ドリューズ、グラードン。だね。うん。じゃあね、みんな、まあ、あれだよね。皆さん結構ポケモン持ってると、はい、ということで、皆さんね、どんなポケモンをマックス強化しているか、ですよね。砂、雨ともに、やっぱり、ライトユーザーの方々はそんなないと思うので、今更この強化っていう部分については、ならないと思うんですけども、これね、今。はい、ということでね、私今ね、ここはね、鶴見におります。ちょっとお仕事で来ております。で、ではね、どういう風なパーティーで行こうかと。はい。レシラム終わったので、ここを、レシラムじゃなく、ゼクローム1にします。いやー、ゼクローム1。で、基本ね、ゼクローム1で、ドリューズマックス強化1体しかいねえな。ドリューズマックス強化1体しかねえ。あと、ガブリアスだな、ガブリアス。ガブ。晴天、ガブ。ガブマックス強化。これ、ドラゴン技のガブです。うん。で、あとは、パルキアかな？パル。あとは、パルキアだな。これ、ちょっと強い順に。パルキア。うん、100が2体いる。102体いる。パルキア100戦ってなんだこれ。100戦ってなんだ。いや、100戦選んじゃいかんだろ。はい。まずはパルキアで、こんなところかな、とりあえず。で、ゼクロム、ノー伝説。はい。ゼクロムノー伝説。といった場合、ボーマンダーとか、ここ海竜だね。海竜が第一順位に来てたね。海竜。はい。海竜、流星群。そうだね。ここあたり辺を、こう、マックス強化をこう入れとけばいいんじゃないかな。こんな感じ。うん。
まあ、人数が揃えばね、こんな風にね、パーティー、作ることもないので、うん。ゼク晴天。あ、ゼク晴天って、なんか俺作ってたみたい前。晴天の場合はまず地面技で向かえばいいという形になりますね。うん。ドリューズ、グラードン。うん。そう。こんなところです。はい。こんなところになります。ということで、おさらいしていきましょう。晴天の時は、最低討伐2人でいける。晴天の時、ガブリアス 3.5 匹でいけるんだ。ってことは、ガブリアスマックス強化4匹いれば、まあでも、相手の技次第だな。そうだ。晴天で、なおかつ、ゼクロムの技が、電気技の場合、3.5 匹、4匹でいけるということだ。これが竜の、ちょっと待って、竜の息吹、これで消す。竜の息吹と、激凛、強いから嫌なんだよな。はい。激凛、ドラゴン系できたら、やっぱ今度はドリューズが強くなったね。ドリューズ。それでもね、最低人数2人でいけますね。晴天でドラゴン技でも、電気技でもゼクロムが。晴天であれば、地面タイプのポケモンでいけます。ドリューズ。ドリューズは一体ね、マックス強化しておいてもいいんじゃないかな。もしアメと砂があるんであれば。まあ、あとグラードン、ガブリアス。うん。で、もともと、デッドラインがガブリアスだね。ボーマンダーでは306秒なんで、2人ではいけなくなりますね。でも3人。まあでも、私もね、今日都内の方で、レイドの方入らせていただきましたけども、やっぱりね、4人ってことはなかったなぁ。3人ぐらい入るとね、もうバタバタと7人ぐらいにはなるんで、うん、とってもね、ゴタマレイドのね、聖地ですねって言ってもしょうがないけど。あ、もう面白いところで言うと、氷技の、これかな。これだね。ヒヒダルマ。ヒヒダルマ。うん。ヒヒダルマ。今回ね、撮ったやつね。あ、色違いいるんだ、緑色の。うん。ここあたりはもう面白いんじゃないかな。はい。ということで、明日というか、17日、朝5時から、ゼクロムが、実装ということで、この黒いゼクロム、かっこいいよな、なんか。強えんだろうな、ドラゴン電気タイプ、ということでね、一生懸命、ちょっと、今回、仕事で出先なんで、一人で全力をやれないんで、こういった動画になっちゃいました。しかもミンポケさんのサイトを多用させていただき、はい、まずはね、私はこのゼクロム、ドリューズ、まあパルキア全体でいくのかな、うん、ここはトレーンのマックス強化でいきたいとは思います。まあ少人数レートではないと思うんで、都内にある分には、もう時間があるときはちょっとここはトレーンのゼクロムをやっつけていきたいと思います。14分、長々となってしまったな。まずは、皆さん、まあ、絵のご報告でした。人類ポケモン、ガチポケモン、コムでした。ご視聴ありがとうございます。もしよければ、グッド評価、並びにチャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございます。